熊の出没についてです。県内では今年出没件数が先月までで2600件余りと去年の同じ時期から半減しています。なぜ減少したのかや今後の注意点について専門家に聞きました。県内で去年出没が相次いだ熊、県によりますと県内の昨年度の出没件数は前の年度の2倍を超える5877件に上り過去最多でした。一方今年度はというと出没件数は先月までで2678件と昨年度の同じ時期から半分ほどに減っています。今年が少ないというか今年が普通だと思うんですよね。とにかく去年は多かった。野生動物の生態に詳しい森林総合研究所の大西直樹さんです。今年度の出没が特別に少なかったわけではないとしながらも昨年度から半減した理由についてブナの実など熊の餌が関連していると語ります。あの山の中の、あのブナとかどんぐりっていうのがまあそこそこなってたっていうことで山の中であの冬眠に向けての餌が賄えたっていうところだと思います。こちらは東北森林管理局がブナの実のなり具合を年度別に数値化してまとめたものです。過去最多の出没件数となった昨年度の県内の豊饗指数は0で大凶作。一方で今年度は並作を示す 2.7 で過去6年間で見ると一昨年と並んで最も高くなりました。熊の出没に関わるブナの実、大西さんは近年の温暖化の影響もあり実のなり具合のサイクルは予測しづらくなっていると話します。豊作凶作の間隔がですね、昔は豊作凶作で 5、6年経って豊作凶作っていう感じだったのが最近はもう 2、3 年単位になってきてしまってるんですね。来年はまだ凶作が来るのかっていうのはまだわかんないんですよ。来年の春にならないとわからないので。また近年目撃が増えているのが市街地に出没するクマ、いわゆるアーバンベア。冬眠に入り始めるこの時期でも出没しないとは言い切れないため冬ならではの注意が必要と大西さんは話します。これからの時期はあとは灯油管ですね、揮発性の匂いがするとそこに引き寄せられてくるんですよ。灯油管とかは外に置くっていうことは基本的になしにしてもらって密封して屋内に置くということにしていただきたいです。以前に比べて生活圏が人里に近くなっているクマ、出没件数の増減にかかわらず警戒を続けることが大切です。